わかるか。メンズはカルピスのみです。でも笑ってない。わかめスープ。なあなあ、わかめと卵みたいな髪型している人。はい。わかめと卵マン。じゃあそうはええねん。どっちがわかめみたいな顔すんだ。今日一日試合の。楽しかった。楽しかった。え、でもさ、あれ年中さ、練習の時さ泊まれたのにさ、本番泊まらん。あれはな、甲子園には魔物がおるのと同じやつ。何が一番楽しかった？最後のやつ。別の動画で公開しますので。あれやられてんのばバッチリとか。バックシュートで後で見たけど、レオはどうでしたか？え、初めて大会で2位になれたんですか？そうやな、種目別2位やからな。ただ最後がすごい悔しかった。アンリー。ああ、アンリーな。一人で2個されたから。ああ、あれはな、悔しかった。面白さで言ったら、あの最後のマッチ。余裕で勝ってたな。楽しかった。じゃあ、あ、飲んだよ今。あ、飲んだ。舐めてんのかったら、さっき乾杯の温度を取ってくれ。アンリーもう一言で言えば乾杯言うて。優勝せーので。せーので。乾杯。今乾杯って言ったやろ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様。お疲れ。いっぱい食べてください。あとがなんでどういうこと？適当。あんたなんかさ、適当に折ればいいとか YouTube 見ればいいとか思わない？ちゃうって。箸置き。箸置きは適当に折ったらピロタン初打ち上げです。今回も食べてる。でもカット。あ、そうか。カットか。はい、ヤギ。あの焼肉会で見てこれ。ヤギ。塩分チャージとか言ってるやつ思ってる。あれは何頼んだ？え、いっぱい。いっぱい。うん。海苔と。頼んでいい。海苔と何やら。こっちめちゃめちゃ食いてる。え？食べたい。いや変わってない。変わった。嘘やん。ちょっとザラザラしてた。え、そう。それずらやっぱアンちゃん結構。ラキタイム。ラキアンちゃん。ジャイアン、ジャイアン、ジャイアン、ジャイコ。やばい。うん。やばい。出て。カットで出て。モザイクだけかけといた。おい、飯爆食い坊主。美味しいですか？うん、うまい、うまい。キャベツ食うた？2キロ。2キロ。なんか増えたな、2キロ。食うた？食べた。食べてない。はい。エビを真剣に剥く男。ありがとうございます。買おうよ。いや、熱いね。なんか水ちょっと濡れたぐらい。うまい。あら、たつわこ。え、これでいい？これ。今の方見せて。え、どこ？これどこ？頭で。これどうする？何してんの？ここからハサミで、あ、だろうか。あ、ここをハサミできるってこと？あ、なるほど。え、怖いな、あんた。え、根こそぎ切るの。え、これで。え？遊ぶなよ、飯で。遊んでないで。アリコを貸すまでこれ美味しそうすぎた。来るまでやっとくの。いや、言ってる間に来るやろ。もう行き先生、徹夜あ、一緒やな、いろは。乾杯。届かん。届かん。届かん。先生、ポテト焼いてるやつある。今日試合振り返ってさ、どうでしたか？先生に忘れられた。すいません。演技としてはどうやった？なるほど。浮き上がり上がったから、まあ。ああ、なるほどね。浮き上がり上がったから。でも YG バランス失敗した。ああ、そうやな。10点満点で言ったら、自分の演技を10点満点で。10? マックス。うん、オッケー。あざした。じゃあ次、ゆめかにしよう。口入りすぎやね。ウィーンってなってた今。やばい、これ一緒。見て先生、やばい、肉の。ゆめ。先生、今日の試合どうでした？楽しかった。ロン中決まってよかったな。ロンバコ塩だけど、結果的にロンダーとなって、ゆか優勝っていう。最悪。今日の自分の演技を10点満点やると、何点満点？何点？1。まあもう全然満足してない。じゃあ次また来年頑張ってください。海苔食いすぎる。海苔の食いだめしてるやつ初めて見た。何？海苔の食いだめ。あとバケモン。じゃあさ、海苔のカスみたいに。
あ、ネイルや思たら海苔のカスでしたっつってめっちゃおもろいよ。海苔だろ。あ、だ口の中拭いてないな。海苔1枚も食べてない。じゃこれはもうカットするけどさ。アンリ試合後インタビューです。今日の試合どうでしたか？まあまあ、でもあれやろ、鉄棒泣いてたで。泣いてた、あれほんまに。ほんまに泣いとった。え、ちょっと心折れそうなってた。でも一発目や。あ、一発目か。くっそーって。怒ってんかと思った。お先生も怒ってると思った。アンリの今日の一日の試合10点満点で何点？3.5。びっくり。なんでなん？だって勝ったのは勝った。勝てでもさ、ずば抜けて点数がいいのよ。なんで1点ぐらい差つけた。ああ、がっつり点差つけて勝ちたかった。あ、なるほどね。さすがストイックね。ありがとう。先生見て、エビさ一気に全部剥いたよ。エビかわいそう。エビ界であなたは近づいてはいけない危険生物。海入ってエビ見つけられば秒で出るんだ。さっき来た方拾ったやつ頼んでも。さっき頼んだ先生。さっき頼んだ拾ったやつ。先生違う、大人やろ。子供やろ。そうや、子供や。ちょっと待って、酔ってる。ずっとやってる。ずっとやってる。おい、誰酒頼んだやつ。え、エビデザート2個頼んだ。言うスイーツないや。卒業式入場の時に泣いたらしい。入場入の時から泣きっぱなしや。え、そうだよ。綺麗すぎる。え、ケチャップ落ちてんの見えんの。よく見て素敵ね。これでもっと完璧。よく見て素敵ね、これでもっと完璧。まあそれさ、アンリも近くでやってくれる。はい、いいよ、どうぞ。あのさ、ヒロと超えんといて。違う人見ました。もう一回もう一回。よく見て素敵ね、これでも完璧。レオ、レオとヒロと最後動画締めてください。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録高評価お願いします。それでは結局お疲れ様でした。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。居酒屋やん。